はい、おはようございます。パームスの沼です。今日はですね、千葉県、ここはですね、昇格丸さん、出まして、外房の海という形でね、香水音域の、ジギングを楽しもうという形で、メイン、シーラプチャー、ジギングモデル、これと、で、ちょっと早動き反応しないようでしたら、スロージギングという形で、メタルリッチクエストのアルファ、こちらを持ってきております。ね、夏のジギングになりますね。果たしてどうなることでしょう。楽しんでいきたいと思います。はい、ではお待たせしました。 30m からやっていきます。準備ができたら始めてください。ちょっと根がありますからね、根がかり気をつけてやりましょう。さあ今ね、朝一番511のM プラス水深30ですね。今マシブの135入れてます。ジグも変えていきます。スーパースライド115の UV のグリーンですね。で、まあ、水深30、40ぐらいだったらもう115あれば、普通に取れていきます。 G ライトメタル使って、ここでちょっと横にスライドさせて反応を見て、フックもそれに合わせて、でこいツインパイク、ね、少しロングでもね。はい、じゃあやってみましょうか。30m で、30m でございます。早巻きから今度飛ばしてみます。ちょっと真っ渋いよ。極端シルエットを落としながら、アクションもね、少し首だけこう振らせるように。 32m。 ちょっとね、いろいろ試してみましょう。150のちょっとノーマルの字が出てみましょう。ね、こんな感じ。もう一度ちょっとここを軸にゲーム組み立てていきます。もうちょっと動きを抑えるんだったらマッチブ入れて、飛ばすんだったらスーパースライド、ね、あとはカラーですね。結構見るんですよ、色を。今グローやって、シルバーやって、UVまだゴールドは試してないんですけど、意外とゴールドが当たるっていうのはゴールドだけに集中したりする時もあるので、1本だけは、ね、入れといた方がいいかなという気がしますね。すごいね、あそこね。あれ、和菓子のハミです。おおおお。なんだろう。和菓子。ひらぶじゃなかった。
マグロピンクだよ。あ、そうだな。あ、チビタです。ね、みんな、さじだ。当たった。お。おいちいちいもいる。はい、上げてください。はい、上げてください。QR ビーチで乗用がせようか。これをね、ごく小さく動かしていきましょう。ヒラメ、ヒラメ。すいません、ネットお願いします。ヒラメ、もう一周します。うん、はい、はい、すいません、ありがとうございます。はい、すいません。ね、シーラプチャーの、今のはね511の、ML ユーマグメの最後の一流し、ジガロの今ねラグーンですね、135で今ドテラで流しているところで風下向きなんですね。でそれなんでこうどちらかというとジグが浮き上がらない方向ね、そこで食ってきました。平本さんじゃないけど嬉しい。
はい、そういうわけでね、今日は、丸一日、ここは千葉県の大原から出ましてね、昇格村さんの方で、ジギウ、ね、シーラプチャー、そしてジガロシリーズという形でね、丸一日楽しんでいきました。ね、青物ね、本当すごい先日まで良かったの。結構でかいヒラマサも含めてブリ上がってたんですけども、ね、まあ当然魚なんでね、波があると、言った中でね、今日もね、結構猛暑だったんですけども、最後の最後にご褒美いただきました。いいサイズのヒラが出ましたね。あれは嬉しい一枚ね、こんな形でね、また秋そして冬と多彩なターゲットが狙える外房の、まあ、自身もねちょっと通ってね、楽しんでいきたいと思います。皆さんもぜひ、シーラプチャー、ね、そして、メタルイチ等々、使ってね、この海、可能性すごい秘めてますんで、ぜひ楽しんでください。